飛行機による農薬の空中散布農薬とは、農業の効率化、あるいは農作物の保存に使用される薬剤の総称。殺菌剤、防火ビ剤、殺虫剤、除草剤、殺草剤、植物成長調整剤等を言う。また、日本の農薬取締法等では、稲作で使うアイガムなどの生物も、害虫を駆除することから、特定農薬として指定されている。農薬はもともとは、 土壌や種子の消毒と発芽から血実までの中害や病気の予防をするものを指していたが農作物の中害や植物の成長調整など農業の生産性を高めるために使用される薬剤として抗義に解釈されるようになっている。近代化された農業では農薬は大量に使用されている。一方人体に対する影響をもたらす農薬も多くある。 元から使用できる物質や量は法律等で制限されている。期限前から海藻を利用したネズミ駆除、硫用を使用した害虫駆除が行われてきた。17世紀になるとタバココ、19世紀初頭には女中菊やデリスヌを利用した殺虫剤が用いられるようになったが、天然物や無機化合物が中心であり、化学合成された。 有機化合物の農薬が登場するのは20世紀に入ってからである。人類の歴史を遡ると農作物への病害中による被害は古くからあり、工作方法や品種の変更など様々な努力がなされていた。元来、植物には昆虫による食害や菌類、ウイルス感染を避けるため各種の化学物質を含有、または分泌するアレロパシーと呼ばれる能力があり、 複数種類の植物を同時に栽培するコンパニオンプランツをすると連作障害を防止できることは経験的に知られていた。古代ギリシャや古代ローマでは箸前の種子に植物を煮出した液やワインをつけておく方法や生育中の苗にバイケーソ層などの植物の浸出液を散布する方法が取られていた。1800年代に入ると コーカサス地方で、女中肉の粉末が殺虫剤として使用されたほか、デリスネの殺虫効果が知られるようになった。1824年には、桃のうどんこ病に対して、イオ用と石灰の混合物が有効であることが発見された。その後、1851年に、フランスのグリソンが石灰溶合剤を考案した。18世紀後半には、 木材の防腐剤として用いられていた硫酸銅が種子の殺菌にも用いられるようになったが、1873年にボルドー大学のミアルデ教授が、ブドウのベトヤマイに硫酸銅と石灰の混合物が有効であることを発見。1882年以降ボルドー液として農薬に利用されることとなった。1924年にヘルマンシュタウディンガーラによって、 女中肉の主成分がピレトリンという化学物質であることが解明された。1932年には日本の竹井三吉らによってデリスネの有効成分がロテノンという化学物質であることも判明した。20世紀前半までは農薬の中心は天然物や無機物であったが第二次世界大戦後になると本格的に化学合成農薬が利用されるようになる。 DDT と殺虫剤1938年、会議医者のパウル・ヘルマン・ミュラーは、合成染料の防虫効果の研究から DDT に殺虫活性があることを発見、農業、貿易に応用された。DDT は、人間が大量に合成可能な有機化合物を殺虫剤として実用化した最初の例であり、ミュラーはこの功績により1948年に、 ノーベル生理学、医学賞を受賞した。DDT の発見に刺激され、1940年代には世界各国で殺虫剤の研究が始まり、1941年頃にフランスでベンゼンヘキサクロリドが、1944年頃、ドイツでパラジオンが、アメリカでディルドリンがそれぞれ発明された。いずれも高い殺虫効果があり、瞬く間に、 先進国を中心に世界へ広がっていった。一部の殺虫薬は第二次世界大戦に使われた毒ガスの研究から派生したものと言われている。環境運動と農薬批判1962年にレイチェル・カーソンが沈黙の春を発表し環境運動が世界的な関心を集めてからは農薬の過剰な使用に批判が起こるようになった。 日本でも水俣病などの公害が社会問題となる中、1974年には有吉沢子の小説、複合汚染が発表され、農薬と化学肥料の危険性が訴えられた。消費者の自然志向や環境配慮や有機野菜消費の増加といったことを受けて生産者側である農家からも、費用や化学農薬の副作用や健康被害への心配から、 天敵、細菌、ウイルス、線虫や死状菌等の生物農薬の使用も進められている。日本の農薬の歴史日本では16世紀末の古文書に朝顔の種や鳥かぶとの根など5種類の物質を用いた農薬の生成法が紹介されており、1670年には原油を水田に流す方法による外虫駆除法が発見されている。農薬は 機能により次のように分類される。外中の点滴や微生物を利用する防除法を生物的防除といい、使用される生物を生物農薬という。生物農薬は業者によって処方され、製品として登録されたもので、点滴製剤と呼ばれる。生物農薬は、化学農薬に比べて、毒性や薬剤体制の面でメリットがあり普及しているが、外虫を全滅できないことや、 効果発揮が遅いなどのデメリットもある。農薬は、害虫や病原、雑草等の科学的防除を可能とする反面、殺虫剤や除草剤の散布による悪影響やコストを正しく認識することは、営農の効率性を高め、総合的病害虫管理を進める上で、特に重要である。パラコートに代表されるように、農薬は人に対して毒性を持つため、 農業従事者に対する健康被害、農作物への残留農薬がしばしば問題となってきた。現在日本で流通している農薬の90%以上は、普通物というカテゴリーに分類され、毒物や劇物に分類される農薬は年々その割合を低下している。また、2004年中における農薬中毒事故189件のうち156件は、 自他殺を目的としたものであり、誤飲、誤食や農薬散布に伴うものは33件である。1998年に発行した北東大西洋の海洋環境を保護するための条約の有害物質対策における取り組み候補物質リストの農薬の項目には、アルドリン、DDT、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、 HCB などが含まれ汚染防止の対象物質になっている。EU では植物防疫用品に関する指令と殺生物剤に関する指令が農薬の規制に関する指令となっている。アメリカでは家庭用、農業用、工業用を問わず殺虫剤、殺菌剤、殺素剤法等による規制がある。農薬登録の際に同法で必要になるデータには 必須のものと条件付きで必要になるものがあるが、物理科学的性質、残余物の正常、分解性、移動性、野外での産一性、野生生物への影響などである。アメリカ合衆国環境保護庁は農薬を一般用農薬と制限使用農薬に分類しており、制限使用農薬は認証使用者、またはその直接監督下でのみ使用が認められる。 法規制農薬取締法により、農薬の製造者または輸入者には登録の、販売者には、届け出の制度が設けられている。さらに毒物及び劇物取締法により、毒物、または劇物に該当する農薬の場合、別途それぞれに製造業、輸入業、農業用品目販売業の登録、帳簿の整備と5年間の保管が、購入には、印鑑と身分証明書が必要となる。 収穫後に用いる防火微剤、いわゆるポストハーベスト農薬は、日本では農薬ではなく食品添加物として扱う。また、ハエやカといった衛生害虫を駆除する薬剤は、農薬と同じ成分を含む薬剤として、薬事法の規制の対象に入り、農薬とはみなされない。農薬取締法では次のように定義されている。農薬の定義は、使用目的によってなされており、 合成品化、天然物化というような物質の起源でなされているわけではない。そのため、害虫の天敵は、いわゆる薬品とは違うが、便宜上、農薬取締法ではこれらも、生物農薬として、農薬の範疇に含めている。1999年に施行された、持続性の高い農業生産方式の促進に関する法律によって総合的病害虫管理の、 導入が進められており、農薬への依存を最小限にする取り組みが行われている。2002年12月に農薬取締法が改正され、農薬の違法使用の罰則が強化されるに伴い、農林水産省の指定を受ければ、農薬登録に必要な試験を免除される、特定農薬制度が新設され、重曹と食図、そして地場で生息する点滴が指定された。 2005年8月の農業資材審議会と中央環境審議会合同の特定農薬を検討する会合において特定農薬に該当するかどうかの試験、検討結果が報告され、コーヒー、緑茶、牛乳、焼酎には農薬としては効果がないこと、木酢液は効果はあるが、使用者に対し危険の可能性があることが報告された。残留農薬基準毒性。 残留試験などに基づいて、核農薬、農産物ごとに許される最大残留濃度が決められ、これをクリアするように農薬の使用法が定められた、上で登録され使用が可能になる。残留農薬基準については、2006年5月より残留農薬等に関するポジティブリスト制度がスタートし、従来よりも残留農薬に対する規制が強化された。 食品に対する残留農薬は食品及び農薬ごとに1日摂取許容量を基準に残留基準が定められており、基準を超えた農薬が検出された場合は流通が禁止される。ありがとうございます。